道の皆さん、今日は、ドスカナ州、イタリアの中部にあるあのフィレンツェで有名な、州ですけれども、伝統的な前菜アンティパストを作りたいと思ってます。インゲン豆とツーナと赤玉ねぎのサラダになります。楽しみにしててください。まず、玉ねぎをボウルに入れて、そしての少しホワイトビネガーをかけます。少し手で揉んで味をつけます。胡椒かけますね。少しだけで十分ですが、マジョリカンネリーニ、インゲン豆ですね、を別のボウルに入れていきますね。ツナ入れます。混ぜ混ぜですね。玉ねぎを入れますね。で全部混ぜましょう。少しだけ、ひとつまみ塩です。なぜかと言いますと、この使ったお豆にはもう味がすでに染み込んでますので、そんなにたくさんの塩を使わなくても結構です。最後にオリーブオイルだけよ。開けたら開けましょう。10分もかからない、とっても簡単なおレシピです。最後にお皿にのせましょう。最後に飾りだけ、もうちょい玉ねぎをのせて、少しパセリを振りかけます。適当でいいです。いかがでしょうか。乾杯。サルテ。フレスコバルディが作るアリエというワインを合わせてみました。トスカーナのお料理とトスカーナのワイン、いい組み合わせですね。早速ですか、試してみませんか。ボナペティート、どうぞ。ボナペティート。ミネラル感と柑橘系の味わいがこの料理と相性がいいですね。こちらのワインは海岸線の近くで作られています。あ、ディセントリリマル。なんか少し香りは海の感じがしませんか。イタリア語でセントリリマルと言います。セントリリマル。パーフェクト。でもぜひお家でも美味しいイタリアワインとお料理とのアビラメントを楽しんでみてください。また次回お会いしましょう。チャオチャオ。チャオチャオ。